ご紹介いたただきましたブラッシュリチャードです、えー、私は現在ビジネスマンではありません。エジンバラ大学の博士課程に在籍している現役の学生です。でもこの間教授から自分のことを学生だと紹介するなと言われました。教授に言わせると我々はプロフェッショナルリサーチャーなのだそうです。それはさておき、えー、私もリサーチャーになる前には 4つの職場で計16年働いた経験があります本日はこのようなスピーチコンテストに参加させていただきますことを大変光栄に思っておりますさて再来年2020年には東京でオリンピック・パラリンピックが開催されますよねそのために今も着々と準備が進んでいると思います本日は今度のオリンピックのビジョンの一つである多様性と調和というコンセプトに注目し このコンセプトが社会に浸透したら、国際化の一途をたどる日本とイギリスのビジネスにどのような変化をもたらすことになるだろうかという点について皆さんとともに考えてみたいと思います。本オリンピック大会組織委員会によりますと、多様性と調和の重要性を認識し、共生社会、共に生きる社会を育むというのは人種、肌の色、 性別、性的思考、言語、政治、宗教、障害の有無など、あらゆる面での違いを肯定し、受け入れ、自然に受け入れ、互いに認め合うことだということです。では、この考えは、ビジネス業界においては、えー、具体的にどのようなことを意味するのでしょうか。昨年の4月に日本に行ったとき、滞在先のビジネスホテルで、 ハラルミールボックスというムスリムの人が安心して食べられるお弁当の販売が開始されていたのに気づきました大きなイスラム教徒のコミュニティが多数存在するイギリスではもはや見慣れたハラルミールの案内ですが日本でこのような試みを見かけたのは私にとってはその時が初めてで非常に新鮮な光景でした昔から確率性や均質性を重視しそれゆえに 効率の良いビジネスモデルを構築してきた日本では多様性に配慮するというところまで手が回らないことも多かったかと思いますしかし今やマーケティングやブランドイメージといった面で日本企業も多様性を意識し始めさまざまな商品やサービスを提供するようになってきているようですしかし顧客や海外の取引先のために つまり外向きのサービスとして多様性を重視するようになってきたとはいえ、それが必ずしも内向きでもつまり企業内部にも浸透しているとは限りません。日本企業の内側の現実はいかがでしょうかイギリスと比べ日本企業における多様性の受け入れはどこまで進んでいるのでしょうか 私がかつてロンドンの会計事務所で働いてた時に感心したことの一つはその会社が雇用のアプローチから社内のカルチャーづくりまで一貫して多様性を大切にしていたということですその取り組みの一つで私も実際に関わっていたのはダイバーシティネットワークという社内組織ですこれは人種 宗教性的指向障害などえ共通点を持つ社員が共に集まり支え合うシステムですこの活動にかかる諸費を例えば、えー、集まりの時のお昼ご飯代などは会社が負担します具体的に言いますと、えー、私はクリスチャンですから社内のクリスチャンのネットワークに入って活動し,していました またある同僚は同性愛者で社内の LGBT ネットワークのメンバーとして活動していました。このようなネットワークがあり、それぞれに活動していることが社内で普通なことになっていると。社員は自分のことが同僚によって、そして上司によって、また会社によって認められ、支えられていると実感できるでしょう。 そしてこのように感じることのできる社員はおじけづくことなく自分の個性を発揮しポテンシャルの限界まで働けるのではないでしょうかまあ多様な人材がいるということは管理する側には負担も出てくると思うのですが社員が自分たちで支え合うネットワークを作っておくことは管理の負担を減らすことにもつながると思います。 つまりこれは会社にとっても社員にとってもまさにウィンウィンの非常に良いシステムだと思いますでは日本企業はこの点でいかがでしょうかもちろん私は全てを知りませんしケースバイケースだと思うんですけれども例えば私がロンドンで働いてた会社の日本のホームページを見てみますとやはりイギリスと同じくカタカナで ダイバーシティーインクルージョン推進支援というページがあるんですしかしよくよくそのページの内容を読んでみるとほとんどが女性の活躍を推進していくことについてでしたしかし多様性を考えるときに単に女性を活用するという議論をしているのでは不十分ではないでしょうか男女の違いっていうのは本当にいろんな違いの中のほんの一つであって 先ほど冒頭でご紹介したあらゆる面での違いを肯定するという目標から考えると程遠いと言わなければなりませんしかし私は日本のビジネス文化がイギリスのビジネス文化より遅れてると言いたくてここに立っているのではありませんというのも皆様もご存知のように現在日本は 前人未到の少子高齢化時代を迎えています圧倒的な働き手の不足を補っていくためにはこれからいやおなく海外からの労働者を受け入れていくことになるでしょう人材不足という動かしがたい現実がこの分野で腰の重かった日本をぐんぐんと押していきその変化にビジネス文化も対応順応していくことになるでしょう そしてこうした変化への順能力激動の時の一段結力というのは日本が昔から得意としているもののような気がしますですから企業内の人材の多様化もきっと近い未来に日本もイギリスと同じようになっていくのではないかと期待するわけですそこで日本も イギリスもともに考えなければいけないことが調和ですさまざまなバックグラウンドの人がただ集まっているだけでは右往の州と化して企業の成長に役立ちませんオリンピックのビジョンにもあったように多様性と調和がありいかにしてまとまっていくかというところまで目標に据えています多様性は 出発点であり目的地ではないということですイギリスも戦後大量の移民流入があったためその現実に対応するために政府が多文化主義を推し進めましたしかし調和っていうところまで踏み込んだ政策ではなかったため結果として社会が分断され 文化主義や原理主義をも生み出すことになったのではないかと近年反省されていますそして今このような多様なコミュニティをいかにしてこう統合していくかという市民統合アプローチを取るように方向転換しているのですイギリス政府が最も基本となるブリティッシュバリューを定めて国全体をまとめていこうとしていることを皆さんもご存知かと思います きっと企業においてもこれだけは譲れないという企業の根本的な価値観や企業の究極的な存在目的などを結束の意図として一本共有しどれだけ多様な人材がいようとこの意図を共に握ってまとまっていくということをしていく必要があるでしょう。 いろいろな人がいるのにいろんな人がいろんな働き方しているのになお結束している企業こんな企業が増えていけばイギリスにとっても日本にとっても明るい未来が開けていくのではないでしょうか2020年の東京オリンピックが多様性と調和というこの大事な考えを社会に浸透させていく大きな機動力となってくれることを願ってやみませんご清聴 ありがとうございましたリチャードさんありがとうございましたありがとうございます日本語はどのぐらい勉強されていらっしゃるんですかどのぐらいですかはい。そうですね21歳の時に初めて日本にいてその時から学び始めてますじゃあまだ3年ぐらいですかあ、そうなんですね <laughs> ありがとうございますそういうことにしておきましょう、はい、漢字を書けると思うんですけれども 昨今あの、日本語で感情を覚えるのが難しいということで日本語を学ぶのをギブアップされる方が多いという話を聞いたんですけれどもそれでも、ね、3年以上こうやって英語あ日本語を学ばれてるんですがどう,やどうしてそのモチベーション日本語を続けていこうかなそしてここのスピーチコンテストに出るまでの,あの日本語力を高めようと思われたんですかはい、いありがとうございます。 まあ、皆さんおばかりのように3年以上 <laughs> やってきてはいるんですけれどもそうです、ね、最初はやはり日本にいた時はコミュニケーションを普通に取りたいというのが、まあ、同期なんですね。でその後はやはり、えー、深い理解に至るまでこの日本の文化とか日本の言語というもの日本の文学とかいろいろ興味が湧いてきて最近はあのうちで。 インターネット上の JSTP テ,テレビがやってるんです毎日 NHK の連続テレビ小説を見ていますので、まあ、それが一つのこうあのなんていうんですか動機、まあ、となってますスピこのようなスピーチコンテストもやはり、えーまあ、自分の日本語を磨いて新しい表現力をこう身につけることができたらいいなと思って出場させていただいてますありがとうございました あのお話の中でねリチャードさんが「はい、えとダイバーシティーネットワーク」というお話をしましたけども、はい、これはあの各いろんなバックグラウンドの人が集まって自分たちの連絡を取りながら仕事を励むという形,のも形でウィンウィンの形だっていう話でしたけども、はい、みんながそれぞれに自分のセクションというか自分の宗教とか 自分の価値観で動いたら調和にならないんじゃないですかねそれをどうやって調和に持っていきますか逆説的な考え方かもしれませんがこう最初から皆さん会社の皆さんがこの同じ形にはまっていこうというような動き動きをすると、うん、逆にそれぞれのみんなの個性が湧いてこないというふうに私は理解してるんです逆にそれぞれの,その個性とか ユニークなところを認めた上での結束というような、えーまあ、調和の仕方の方がいいというふうに私は経験してきましたあのそうするとあれですかそれぞれ自分個性持ちながらも何か同じ例えば会社のバリューのためにまとまるとかそういう形で調和していくということですかね。おっしゃるる通りですあの当然それぞれぞの個性が出てくときに こうぶつかりりったりしてまあ問題がそこから発生することもなくはないと思うんですけれどもむしろそういうのをこう最初から無視しておいてこう職場ですからそういうのを忘れなさいあれはプライベートの分野だというとその職場に出てる社員と帰ってきてからの社員との,そのパブリックとプライベートの区別があまりにこう分かれていくと職場に出たものとして ベスト尽くしていくっていうその努力がなくなってしまうんじゃないかなというふうに思ってますあのもう一つあの調和ということとユニティですよねユニティともう一つあの統一性というかコンフォーミティっというのがあると思うんです、はい、これはだいぶ違うと思うんですけど日本の企業の中にはユニティをなんとなくコンフォーミティのように思ってる人がいるんじゃないかと思うんですけどもこれは間違いですよね。 これ私の立場で間違いというかちょっと <laughs> あの失礼に聞こえるかもしれませんがそこまでは申し訳ないんですがおっしゃる通りユニティとまあコンフォーミティというんですかユニフォーミティというんですかどちらでもあの結果的に全然違うというふうに私は理解してるんですね。えー ユニフォーはは一見それは非常に魅力的だと思うんですよ経営の方から社員を見てみんな同じで、まあ、日本の4月その新入社員がみんな同じスイーツの姿でみんなこうパターンにはまっているように出てきてるのを皆さん多分ご覧になった方が多いかと思うんですがそれはどちらかというとユニフォーマティですよね、はい、でもそのような形で働かなければならないと。 い,いろんなプレッシャーがその社員一人一人にかかってくると思います。は働きづらいんではないかなと私は思ってますが。そうですね。あの、多分どっかの国の軍事パレードみたいな。ユニフォームティーはあまり良くないということでしょうね。<laughs> <laughs> どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。